マイケル・エネラモは、ナイジェリア・カドゥナ出身の元同国代表サッカー選手。エスペランス・スポルティーブ・ドゥ・チュニス所属。ポジションは FW。ナイジェリアのカドナ州カドナにて生まれる。ナイジェリアのクラブチームロビスターズ FC で、ユース時代を過ごし、チュニジアのエスペランス・チュニスで、トップチームに所属したが、出場機会は得られなかった。2005から06シーズンは、 アルジェリアの USM アルジェへと所属し試合出場を果たした。2007から08シーズンにもサウジアラビアのあるシャバブリアドへとレンタル移籍している。2008から09と2009から10シーズンには2シーズン連続のチュニジアリーグのリーグ得点王になっている。2011年1月にスユーペルリングのスイバススポルに移籍。2シーズン過ごした後ベシクタシュ JK に加入し、 カルデミル・カラビュック・スポルやイスタンブール・バシャク・シェヒル、FK に移籍した。2015年1月7日、再び、スイバス・スポルに加入した。2008年からナイジェリア代表にもたびたび招集を受けていたが、2010フィーファワールドカップの代表には選ばれなかった。ありがとうございます。